はいどうも皆さんこんにちは。毎日がもやし生活、末端の人間並みに肺活筋系 YouTuber、 クラクラチャンネルのケースケです。ポーということで、今回もクラクラ実況をやっていきましょう。で、今日はね、一体何をやるのかと言いますと、質問でめちゃくちゃいただくのはですね、ケースケさんって今まで一体いくらぐらい課金したんですかっていう質問、よくいただきます。そうですね、2017年はね、本当に、肺活筋系動画ですね、結構やっていたんですけれども、2016年末まではですね、そこまで、パックが出たら買う程度ぐらいな、微課金程度だったんですけども、2017年でね、結構肺活筋いたしました。なので、個人的には課金額は40万前後ぐらいなんじゃないかなと思っておりますが、やっぱりですね、ケイスケさんなんだかんだ言って、積もりに積もって100万以上課金してるかもしれませんよっていうね、質問もね、いただきましたので、ちょっと怖くなったので、今回は特別に、私ケイスケの今までの課金額、こちらをね、計算していきましたので、そちらをね、発表したいなと思います。というわけで、早速課金額発表していきましょう。レッツゴー。はい。それでは課金額を発表するだけではあれなので、対戦のね、リプレイを流しながらね、ちょっと課金額の方を発表していきたいなと思います。ちなみにこちらのですね、ナマンさんはですね、天才プレイヤーのリス・ユービックさんの、サブアカとなっております。ということで、早速ですね、課金額発表していきましょう。まずはですね、私ケースケ、2014年の5、6月あたりにですね、クラクラ始めたんですよ。で、2017年から、肺課金動画載せ始めたので、それまではね、ちょっとね、微課金系のね、感じだったので、2016年の12月31日までの課金額を発表していきたいなと思います。ということで、早速発表していきますよ。いきますよ。1、10、100、1000、万、10万。課金額124,100円でございます。はい、微課金だと思ってたらですね、2年経たないうちにですね、これだけの額をですね、課金してたんですよ。いや、これはやっぱりね、微課金ですね、といってもね、やっぱ積もりに積もって、それだけの額がいってしまうんだなっていう、もう恐ろしいですよね、やっぱり課金系のゲームって。さあ、そしたらですね、続いては、クラロワの方の課金額、こちらですね、2016年にリリースされまして、ね、1年も経たずにしての課金額、こちらをね、発表していきたいなと思います。それでは、発表します。2016年12月31日までのクラロワの課金額は、1、10、100、1000、万。はい、合計63,240円でございます。なので、先ほどのクラクラの課金額と合わせますと、合計187,340円となります。はい、スーパーセルのゲームに出会って、2年経たずしてもうこれだけつぎ込んだんですね。いや、ほんとに18万ですよ。今、初任給っていくらぐらいですか？多分、初任給ぐらいは全然ありますよね。ちょっと、これにはね、自分でもドン引きなんですけども。さあ、いよいよお待たせいたしました。肺課金系のね、動画を載せ始めた2017年、昨年ですね。こちらの課金額、こちらね、発表していきたいなと思います。まずはですね、そうですね、クラロワの方ですね。クラロワね、昨年はね、全然ね、動画載せれてなかったので、クラロワの方の、課金額の方から発表していきたいなと思います。では、いきますよ。1、10、100、1000、万、合計、51,720円と、なります。いや、さっきのですね、2016年までのクラロワの課金額と比べたらね、少なく感じるかもしれませんが、でもクラロワ動画ね、昨年ね、全然載せれなかったんですが、それでも、それだけ課金してたんですね。で、さらにですね、2016年までのね、クラロワですね、こちらとね、合わせますと、114,960円となります。で、さらに2018年年明けましてね、キング宝箱開けまくったじゃないですか。なので、あれも合わせますと、なんとびっくり、今まででクラロワに課金した額が13,960円なんですね。いやー、これは結構、クラクラメインでやっていたね、自分としましてはね、ほんと、リリースされてからまだ2年も経っていないのに、これだけ課金していたんだなって、ちょっとね、感慨深いですよね。さあ、それでは、お待たせいたしました。肺課金系動画を載せまくった2017年、
果たしていくらぐらい課金したのか、こちらを発表したいなと思います。いきますよ。1、10、100、1000、万、10万、合計399,240円です。うわあ、俺こんな課金してたの？え、これほんと親に見られたくないレベルですよ。これ動画に出しちゃっていいのかな？これ。本当に、これだけ課金してたんですよ。もう、普通にこれだけで俺自分、3、4ヶ月は全然余裕で暮らせますよ。自分もうほんともやし生活なんで。いや、もうこれだけ課金してたんだなという、結果になりました。で、さらにですね、先ほど言いました、2016年末までの、合計課金額と合わせますと、なんと、523,340円となります。あの、金持ちとかだったらわかるじゃないですか。俺ですよ。あの、売れてない芸人の、俺がこれだけ課金してるってやばくないですか？ほんと、通りで昨年ほんと、バイトで忙しかったなって思った。ほんと、これだけ課金してたから、ほんと忙しかったんですね。はい。ということで、それでは、いよいよ、ラスト発表したいなと思います。クラクラとクラロは、今までの課金額の合計、こちらね、発表したいなと思います。いきますよ。1、10、100、1000、万、10万、お値段合計654,300円。ブヒーこんなに課金してたのか俺。いや、654,300円、え、やべえの俺。はい、ということでね、これだけね、課金してたっていうことが判明いたしました。でもね、これからもですね、どんどんですね、ハイ課金系の動画もね、出していきたいなと思いますので、ね、ぜひともチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。いやー、ほんとにね、100万いってた方が動画的に面白かったかな。